今日もお疲れ様です。ナレーターのアイラです。我々が住む地球の外の空間、宇宙。毎年のように人類のテクノロジーは進歩するのに反比例するように、進歩するほど逆に宇宙の謎は深まっていく。より遠いところを観察できるようになれば、新たな銀河が見つかり、未知の空間が続く。今回は私たち人類が少しずつ拾ってきた宇宙の手がかりから、精鋭の科学者でも解明できない謎をご紹介していきます。ダークマター。ダークマターは別名暗黒物質と呼ばれる物質です。しかしダークマターは重さはあるのに観測できない物質なのです。そこに何かがあるはずなのに、まるで幽霊のように直接目で見たりカメラに映ることはない不思議な物質です。天文学者は宇宙の 27% はダークマターだと語っています。またダークマターは最初から宇宙に存在していたブラックホールがまとまったものだとする説もあります。ブラックホール。ブラックホールは常識では考えられないレベルの強い重力を持った宇宙の物質です。そこに入ったものはおろか、光すらその超越した重力に捉えられて脱出できません。力持ちのボディービルダーも新幹線も世界一大きい観覧車も全て丸飲みです。目に見えない物質に突然体を吸収される恐怖。もし私たちが気軽に宇宙遊泳できる時代が来たら、最も遭遇したくないのがブラックホールでしょう。ブラックホールができるのは、巨大な星が壊れる際、星自身が持つ強すぎる重力のせいで内部に向かって破裂する時だと言われています。しかしブラックホールはあらゆる物質を丸裸にできる放射線や X 線にすら引っかからない物質で、未だにその姿を見た人間はいないのです。ジャイアントボイド。ジャイアントボイドは地球から13億光年以上離れたところにある空洞です。直径も距離同様、10億光年以上はあるとされ、簡単に想像できない大きさです。ただしブラックホールは光を吸収するのに対し、ジャイアントボイドは光が通過できる空洞です。科学者はジャイアントボイドは宇宙の大きさを広げる物質、ダークエネルギーを含んでいると主張しています。しかし一つ目のジャイアントボイドが発見されたのは1998年と歴史が浅く、新たに見つかったそれらしきものもジャイアントボイドだと言い切れないところがあるようです。グレートアトラクター。グレートアトラクターは星の名前ではなく、重力の異常のことを言います。銀河がおかしな動きをすることから、銀河には重力の異常があるとされてきました。グレートアトラクターを目視するのは、ガスや塵などの星間物質が邪魔で難しいとされてきましたが、 X 線観測で上ギザ銀河団に存在することが判明しました。ブラックホール同様、目視できない性質がグレートアトラクターの謎をより深めているのです。太陽系で最も遠い星、セドナ。2003年、太陽系で風変わりな星が見つかりました。太陽から遠いため氷点下の気候を持つこの星セドナは、太陽の周りをわざわざ1万1000年もかけて回ると判明したのです。地球がわずか1年、遠い海王星ですら165年で太陽を回るのに対し、ゆっくりすぎる散歩をするセドナの軌道は楕円形に伸びてしまっています。少なくとも太陽にとってデートにぴったりな相手とは言えないでしょう。しかしセドナはただののんびり屋さんではなく、他の強い重力を持つ星に引っ張られているので時間がかかってしまうのだという説もあります。これでセドナもデートに遅れる言い訳ができましたね。でも皆さんはくれぐれもこの言い訳を真似しないようにしてくださいね。いかがだったでしょうか。宇宙を広く研究できるようになった人類の高度テクノロジーは、答えにいろんな可能性を用意しています。どの答えが正しいか確かめようにも、人類には距離が遠すぎたり、重力など近づくと危険なものもあり、今の我々には厳しいのです。しかし
宇宙の謎で人類が見つけた可能性の中にきっと正しいものもあるでしょう。それは今まで人類が予測し現実に起こった宇宙の現象を見れば明らかです。あなたが今見つめているその小さな星、一瞬不思議な動きをしませんでしたか？最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。